仙台市内では、仲間と一緒に日本代表の初戦を応援しようと、予約で満席となっている飲食店があります。スタッフはは、仕込み作業に追われていました。青一番町ののこちらの居酒屋では 70インチの大型モニターでスポーツ観戦を楽しむことができます。日本代表の初戦が行われる今日は、食材や酒類の仕入れをいつもより3割ほど増やしていて、スタッフは予約客を迎え入れる準備に追われていました。特別メニューを準備する力の入れようです。ドイツを食うぞっていうつもりで発案したメニュー、 ダトドイツ頑張れ日本ソーセージ盛り今日特別ご用意しましたこちらの店ではドイツといえばソーセージということで普段はないソーセージの盛り合わせなどを特別メニューとして準備しましたソーセージを食べながら訪れた客が日本代表の勝利を見届け楽しい時間を過ごせるよう願っていると話していました。 日本代表にも頑張ってもらってみんながおいしく集まっあのお酒を飲めるような機会をいっぱい作ってほしいと思います。